NHK 大河ドラマ光る君へ歴史解説、夏休み特別企画最新情報。動画をご覧いただきありがとうございます。毎日暑い日が続いていますが、光る君への最終話のあらすじがわかる公式ガイドブック完結編の発売がついに決定しました。今回は最終回完全あらすじ解説と題しまして、10月4日発売が決定しました公式ガイドブック光る君へ完結編の最終回あらすじについて解説をしていきたいと思います。すでに NHK 出版社様のサイトの方では予約の受付を開始していまして、発売日は2024年10月4日、定価1320円となっていますので、発売後すぐに読みたいという方は予約順での発送になると思いますので、ご予約をいただいてもいいかもしれません。またまだ8月2日の時点で正式な発表はありませんが、東京ニュース通信社光る君へブック3もおそらく同じ頃に発売になるのではないかと思いますので、興味のある方はぜひチェックをしてみてください。そして気になる内容なんですが、前回の後編ガイドブックでは35話までのあらすじが紹介されていましたので、36話から48話までのあらすじと出演者さんのインタビュー内容や役柄紹介などが掲載されると思われます。そこで今回は36話以降のあらすじと最終回がいつ頃まで描かれて、どのような結末を迎えていくのか、大きく気になる点3つに絞って解説をしていきたいと思います。それでは今回解説していく内容は、1、最終話までのネタバレ完全ナビゲート、2、各登場人物の最後、3、驚きの最終回の結末完全予測。この3つについて解説をしていきたいと思います。まず1の最終話までネタバレ完全ナビゲートでは、歴史の年表と今回このドラマの時代考証を担当しました倉本和弘さんの書かれた内容から、36話以降どんな事件出来事が起きていくのかについて解説をします。2の各登場人物の最後では、主要な登場人物の最後、何歳頃まで生きてどのような最後を迎えるのかについて解説をしたいと思います。そして最も気になる3の最終回の結末では、今回のドラマがいつ頃の時代まで描かれどのような結末を迎えるのか、今回のドラマの脚本を手掛けました大石静香さんの最新インタビュー内容とドラマの撮影現場の映像などを踏まえまして解説をしていきたいと思います。ぜひ最後までゆっくりお楽しみください。それではここからは各ポイントの解説をさせていただきます。1、最終話までの大きな出来事。今回この動画を作成させていただいています。8月2日時点ではすでに29話までが放送されていまして、30話以降の大きな出来事に関しましては、30話かささぎ語り消失事件、31話源氏物語執筆開始、32話真宙将になる、羽部の春明死去、33話真宙明子に出資、34話三品川邸襲撃事件、35話金峰山参拝道長暗殺事件。こちらの内容につきましては、後編ガイドブックの方にあらすじがすでに発表されていまして、このチャンネルでも各回ごとの解説をさせていただいていますので、
よろしかったらそちらの動画をご覧いただきましたら、詳しく解説をさせていただいています。そして36話以降ですが、歴史の年表と時代考証を担当しています倉本和弘さんの書かれた内容から、どんな事件、出来事が起きていくのかについてですが、36話、覇気子解任。37話、覇気子出産、呪詛事件、コレチカ死去。38話、為時、越後の神、弟信則死去。39話、紫式部妹誕生。40話、覇気子道長の対立。41話、三条天皇攘夷。42話、片子女房で出仕。といった内容で、現在42話まで、このチャンネルでは解説動画を公開させていただいていますので、そちらもぜひ各回の動画をご覧いただけましたら、詳しく解説させていただいています。そして気になる43話以降に起きると思われる出来事ですが、1016年、為時の出家、土帝の大火災、1017年、道長摂政を嫡男の頼通に攘夷、1018年、一家立三号、1019年、土肥の入港、道長失明、出家、1028年、道長病で倒れ、往年62歳で死去。1031年、紫式部死去という流れになっています。続いては各登場人物の最後について解説をします。まず、真宙の父、藤原為時の記録を見ますと、1014年6月に任期を1年残しながら越後の神を辞任し、帰郷をして1016年4月29日67歳で三井寺にて出家をします。為時の越後の神の辞任理由ですが、直前に紫式部が亡くなったからではないかと言われていると書かれています。そして1018年には摂政藤原頼通の邸宅にある屏風を見て、その美しさに感銘を受け、詩を創作してそれを頼通に献じましたが、その後の消息は不明。出家後に孫の片子と交流があったかどうかも分かっていません。為時が出家をしました三井寺は滋賀県大津市にあるお寺で、もともと紫式部の母で為時の妻千矢葉の兄弟が三井寺の僧侶で、また紫式部の腹違いの弟で藤原為時の三男の常泉も三井寺の弟子たちの模範となる高僧のあざりと呼ばれていたほどご縁のあるお寺だそうです。そして1018年以降、為時の記録はなく、その後は三井寺で余生を過ごし、1029年80歳で亡くなったのではないかと見られているそうです。そして1005年以降の各登場人物の亡くなった時期と年齢、死因についてですが、1005年、安倍晴明、84歳、病死。1010年、藤原惟一、36歳、病死。1011年、一条天皇、32歳、病死。1017年、三条天皇、42歳、病死。1025年、清少納言、59歳、死因は不明。
1027年、源利方67歳、漁師。1028年、藤原道長、62歳、癌による病死。1028年、藤原行成、56歳、病死。1029年、藤原為時、80歳、死因は不明。1031年、紫式部、62歳、死因は不明。1035年、藤原忠信、68歳、老衰。1041年、藤原均等、76歳、死因は皮膚病による疾病。1044年、藤原隆家、65歳、死因は不明。1046年、藤原実助、89歳、死因は不明。1049年、源明子、84歳、死因は不明。1053年、源智子、90歳、死因は不明。1074年、藤原明子、87歳、死因は不明。1074年、藤原頼通、83歳、死因は不明。1082年、藤原片子、83歳、死因は不明、となっています。藤原道長と行成は、1028年1月3日の同じ日に亡くなっていますが、道長は虎の刻、午前3時から5時ごろ、行成は猪の刻、午後9時から11時ごろだったため、世間は道長の死で大騒ぎとなっており、行成の死については、気に留める者はほとんどいなかったとされています。道長も62歳、紫式部も62歳。最も長く生きたのは源智子で90歳。そして最後まで生き延びたのは1082年の藤原片子でした。以上を踏まえて、最終回がいつ頃まで描かれるのか、そしてどんな結末を迎えるのか、非常に気になる最終回の結末なんですが、ここからはいよいよドラマの核心に迫るネタバレ解説に入っていきますので、放送まで内容を知りたくないという方はこの先の内容はご注意をいただき、ドラマのあらすじや結末を知ってしまうと作品の楽しみ方が変わってしまうかもしれませんが、ドラマの世界観をより深く理解したいという方は、知っているとよりドラマの内容が分かりやすくなり、新たな視点からドラマを楽しむためのきっかけになりますので、安心してお聞きいただける内容となっています。ぜひ最後までご視聴ください。そしてこれはあくまでも私個人の見解に基づいた大まかなあらすじで、ドラマの全貌を完璧にお伝えするものではありませんので、ドラマの世界観をより豊かにするヒントとしてご活用いただけたら嬉しいです。それでは気になる最終回の内容ですが、脚本家の大石静香さんのインタビュー内容や対談の内容から見ますと、大石さんは今回の光る君への脚本を書き始めて間もなくご主人が亡くなっていまして、その時にご主人が息を引き取る3時間ほど前、夫は突然病室の白い壁を指さして、みんなが楽器みたいなものを叩いて踊っているよと言ったそうなんです。
そして大石さんのご主人は映画監督をしていまして、夫より先に亡くなった助手だった人の名前なんかも挙げながら、誰々もいる、誰々もいるよ、ほら、とおっしゃったそうです。これはですね、おそらくご主人が亡くなる直前に先に亡くなった方がお迎えに来たということだと思うんですが、この体験が今回のドラマの28話の中で、道長が高松殿で倒れて死にかけたシーンがありましたが、実はその時に亡き父の藤原兼家と兄の道高、道兼が登場して、こっちへおいでというシーンが放送される予定だったんですが、本編の放送ではそこがカットをされていましたので、おそらくそのシーンは最終回で使われるのではないかと思いまして、最終回の予測なんですが、1028年の道長、行長が亡くなる頃、そして3年後に紫式部は亡くなる頃までが描かれるのではないかと予測をしていますが、皆さんはどうお感じになられたでしょうか。またこの最終回の内容に関しましては、もっと詳しくさらに核心に迫ると思われる情報がありましたので、またさらに詳しく解説させていただきたいと思いますので、また続きを聞いてみたいという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また皆様のご意見や感想などがありましたら、コメント欄にご記入いただけましたら嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回動画もどうぞお楽しみに。チャンネル登録・高評価ボタンもどうぞよろしくお願いします。